何から始めればいいんですか。まずは画面共有しましょう。ええー、怖っ。もう画面共有でなんか人に見られたくないものをか、あの、何を消せばいいのか考えたりするところですね。どうやで、ね、どうですか今見えてますか。そうです、はい。で、これは MacOS ですかね。一番最初の数字1じゃないですか。さっきの2だったじゃないですか、うん。それってめちゃくちゃ違うってことなんですよ。バージョン2なんで。はい。なんで、このせいでつまずく可能性があるということだけ、ちょっと意識した。何がつまずくの？次進むとき、いやもうできることが違うすぎて、違うので、あ、うん、昔の悟空ともうスーパーサイヤ人4ぐらいになった悟空の違いみたいな感じですね。そんな感じです。技の種類が全く違うってことですよね。いやそうです、さすがです。どんなアプリ作るんですか。え、これ言っちゃ、これ言っちゃっていいんですか。サッカー系です。僕自身が、うん、欲しいアプリを作ります。サッカーが上手くなるやつアプリですか。ね、うまくはならないんですけど、あのオファーがもらえるようなアプリとか。なるほど。クラブ側と、選手側を結びつけるプラットフォームなんですけど、この選手側のペインはもう僕のペインを解決してくれれば、もうこのアプリはもう成立するんで、みんなに使われなくても知ったこっちゃないっていうアプリを作ろうと思います。めちゃくちゃいいと思います。これちょっとまだ押さないでください。え、あ、押しちゃいましたね。押しちゃいました。あ、まあでもいいかもしれないですね。さっきの画面戻りましょう。ほら、すごくない？すごくない？いや、これ今のできるのはもう世界中3人しかいないです。これ、ほら、やばない？プログラミング開発するのにもこの矢印がもうあの飛行機でぶっ壊れるっていう。で、あとダブルクォーテーションの打ち方わかりますか？はい。出ました。OK です。で、それで完成なので、ESC っていう仕事。ああ、ESC のやつ？そうそうそう。押せばいいですか？押してください。爆発しないですか？いや、もう、半分 50%。 ま、え？あ、熱いっすね。勝ちました。ねえ、これね、リンゴさんに、あ、まだまだやめてこう、まだちょっと先っていうか、ちゃんとほんまに買ってからちょっと当たったんですよ。冷静です。じゃあ次、Android Studio ってダウンロードしましょう。これをまたコマンド打ちながら、Android Studio 公式ホームページ。あ、これ行ったらいいんですね。はい。あ、消える。コマンドしながら、これでいいんですか。これできる人は世界にまだいないんで。はい、すごいすごい、でかくなった。やばいですね、それもうあれですね、青色ぐらいです。めっちゃおもろい。クレイちゃんさんの授業めっちゃおもろい。これできる人めっちゃ珍しいです。なんかこれなんか、アイハブレッド押せないといけない。で、Mac、 あー、いや、これワンです。いや、新しくないですか。どっちですか、こんなふうなパソコン。いつ買いました。え、ブラジルで買いました。なるほど。すごい。なんで、ちょっと俺ブラジルで買いましたっつって受ける理由が分からへんけど、全然。最近アップルがめちゃくちゃ新しいパソコン出して、もうシステムが全然違うやつを作ったんですよ。それで、そのせいで今ここで分岐が発生してて。でも別にブラジルで買っても面白くもなんともないでしょ。いや、ブラジルで買ったっていうのはちょっとあんまりにもヒントにならなかったんで。え、だって最近いつ買いましたって言われてブラジルで買いましたは、別になんか僕間違ったことあんま言ってないんだよね。いや、そうですね。ブラジルにいたのがいつっていうのが分かれば、うん、そうですね。だから、分かる人に、多分、分かる人との会話なので、答えにはなってるかなと。分かりました。一番左上のアップルアイコンを押してもらって。アップルアイコン、はい。
で、Mac with Intel、Intel だったんで、Intel 10 Pro です。ああ、なるほど、なるほど。お、ダウンロードできました。これでいいですか？クリック。え、これどうすればいいですか？もう終わり？これで。ね、これはでもありがとうございました。もう本当にもうこれはね、一人じゃ誰絶対にできない。これなんで次から開発したいものがあるときにはもうあとなんかこのいわゆる環境は整ったからあとはもうあとはスパイ要するにまたプレイするだけってことですよね。あ、そうですね。ありがとうございます。これじゃあ開発するときはもうこれを開いて開発していったら、まあ、言ってみればもうアプリが作れちゃうってことですよね。あ、そうですね。もうスタートはできます。もうスパイクの暇が2で終わったぐらいだから。おボールももうあると。あとはあります。審判も自動化されて存在してると。存在します。あと Windows、あ、じゃあ VS コードのおかげで間違えてるコードだったら教えてくれる機能があるんですよ。赤い波々で表示としてくれるんですよ、うん。それが素晴らしい機能で、そいつが審判、審判もいます、ね、はあ、すげえな。そうです。ありがとうございました。じゃあこんな感じしてみますか今日は。ありがとうございました。そうです。どうしましょう。いやーこれほんま、いや大変ですね。一人で IT の知識なくてやるってかなりきついですね。これは本だけ読んでやるの大変ですよね、うん、だってあのナルドゥアの子が6時間かかったやつって僕どんぐらい、僕でだから1時間40分ぐらい。そうですね、うん、もう延長入りましたからね、うん、サッカーやったら90分なんで、もう延長前半ぐらいまで行ってますよ、もうほんまに。いやいや、しかもあれですよ、まだプレイしてないですからね、これ。そうですね。準備でね。でもよかったです、これ。これがそうですよね。確かに、これでもう次から明日から。この見て、この、ほら。ここをね。100回になって。これここを押すでしょ、じゃあね。はい、ほら。この喜びで、あの、エンジニアの人からしたら、ごめん、お前何言ってんだって思うかもしれないですけど、素人の俺からしたら、これを自分で実装したり、実装って言っていいんか分からへんけど、なんか整えたっていうのは、俺喜びっすよね。そうすごい。この押したがり。いやめっちゃ、やだよかったです。いや、よかったね。はい、ということで、はい、あのここからあの本当自分が好きなアプリをちょっと開発していきたいなと思います。うんうん。まあちょっとそれはあのまたおいおいこうご期待というか、まあでも皆さんが使うアプリじゃなくて僕が使うアプリなんで、あんまりそこはあの皆さんのために作ってるアプリじゃないです。楽しみにしておいてもらえれば。